中国国営テレビによりますと新疆ウイグル自治区ウルムチ市の裁判所は今日の法廷で事件当時の防犯カメラの映像などを公開しましたその上でテログループを組織し指導したとして3人に死刑を言い渡しましたこのほか1人に無期懲役4人に懲役5年から20年の判決をそれぞれ言い渡しましたこの事件では去年10月 男女3人が乗った車が天安門に突入して炎上し、実行犯を含む6人が死亡し、39人が怪我をしました中国当局はウイグルの独立を目指す東トルキスタンイスラム運動という組織が関与したテロだと断定しています 一方、新疆ウイグル自治区では15日にも刃物を持った男らによる襲撃事件が発生しました中国国営テレビによると宝丹市の娯楽施設に刃物を持った男ら3人が押し入り客らを切りつけました武装警察が制圧した際犯人2人が死亡し1人が拘束されたということです中国ではウイグル族によるとされる無差別的な襲撃事件が相次ぐ中 来月5日にはウルムチの大規模暴動から5年を迎えることから当局は警戒を強めています。